記事によると、女優の広松涼子さん、42歳の夫で、アーティストのキャンド、イージュン・イー、キャンドル・ジュンさん、49歳が、都内で記者会見を開けきました。広末さんは、有名シェフの鳥羽周作さん、45歳との不倫が、週刊文春に報じられ、交換日記の内容も公開されました。二人は、謝罪文を発表し、広末さんは、所属事務所から無期限の謹慎処分を受けています。会見では、キ・ヤンドル・ジュンさんが、自身のデジや活動について語りました。彼は、白のシャツに、黒のロングカーディガン、グレーのパンツという服装で登場し、右耳に角のようなピアスをしていました。キャンドル・ジュンさんは会見の前から登壇し、キャンドル・ジュンこと、広末ジュンですと、自己紹介し、謝罪の言葉を、じゅつべました。彼は、広末さんをかばいながら、彼女が育児を、放棄したことはないと、じゅつべました。その後、キャンドル・ジュンさんは、自身の半生についてぶりり帰り、復島の被災地などへの支援活動についても、話しました。彼は、感極まる場面も、ありました。広末さんについて話題が戻ると、キ・ヤンドル・ジュンさんは、彼女が、芸能界に入ってからのプレッシャーや出来事が彼女を、変えてしまったのではないかと述べました。キャンドル・ジュンさんは、広末さんから子供たちと一緒に寝ることができないと言われたり、広末さんの母親からはいつ離婚するのかと求められた、ことを認可しました。また、広末さんが子供たちに、パパとママは、離婚するけど、どっちと暮らしたい?と尋ねたことや、長男と次男がママと暮らすことを選び、末娘が泣いたため、彼が家を出たと説明しました。キャンドル・ジュンさんは、離婚について、1、2、3年禁句、自慢できる幸せな家族だったと思っていますし、できればその頃に戻りたいと思っていますと述べましたが、明日から、弁護士の方にどうすべきか相談したい。みんながどうしたいかをちゃんと話し合えたらとコメントしました。また、鳥羽天音作さんのシャツ身分について、キャンドル・ジュンさんは不快感を示し、彼のシャツ身分を見た時に怒りしか浮かばなかったと述べました。彼は、鳥羽さんの事務所に自ら電話し、対応に不満を抱いたことも認可しました。キャンドル・ジュンさんは、広末さんと2010年10月に再婚し、2011年と2015年に二人の子供が生まれました。広末さんは2008年に前夫と離婚し、長男がいます。